ありがとうございました。今一度もう一回、さあもう一回いそうです。さあ、それではあ、もう一回はい、今一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。皆さん、明けましておめでとうございます。本田美優です。今日はリンクの近くもそして上のところも皆さん集まっていただいて本当にありがとうございます。皆さんこんにちは、本田沙羅です。今日は寒い中集まってくださってありがとうございます。みじくん楽しくお話ができたらいいなと思います。よろしくお願いします。家にいる時とかは廊下とかでスライディングしたりとか、なんか家の中で鬼ごっこっていうか、サラが いきなりしようって言うんですけど、なんか付き合ってくれて、なんか野球のマネだったりとかなんか変なことしてます。結構活発になんか私も未だに分かんないんですけど、最近サラがその野球選手の最後その戻ってくるところ、なんて言うんだろうな、スライディングをやりたいみたいなんですよ。で廊下でお正月なんですけど、お正月におばあちゃん家に行った時に、そのおばあちゃん家の廊下がツルツル滑る感じの素材だったので、急に言われて、私はこうキャッチをねする感じでサラがこっちから来るんですけど、その時にスムーズのスライディングを何回も何回もやって、すごい楽しそうにしてて、なんか私も恥ずかしくなってきちゃいましたね、その時は私がサラのことがまあ好きすぎて、なんか最近というかちょっと前まではまだ私が好きって言ってもサラはなんかうなずいてくれてたんですけど、最近私が本当に重すぎるのか、なんかそんな好きって言わんといてみたいに言われちゃうんですよね。あらだからちょっと最近は頑張って抑えてるんですけど、でも本当にそれぐらいサラへの愛がすごいので、たくさん写真撮ったりとかしてます。アメリカに行って、会えない期間があったんですけど、毎日 LINE して、でちょっとなんか結構初めてではないんですけど、久しぶりにそのなんかミユになんかもうめっちゃ会いたくなってきて、初めてってさっき言ったね、今いい意味じゃなくて、自分の中では悪いことなんですけど、フィギュアスケートだと初めて全日本っていう舞台に小さい頃から毎年行けてたのが初めて去年行けなくて、その初めてっていうのが一番大きかったんですけど、この経験っていうのはやっぱり今年晴らすしかないですし、この経験をそのまま無駄にするんじゃなくて、成功へ、失敗は成功のもとっていうのがちゃんと実現できるようにしたいなというふうに思ったので、たくさん勉強できた年だったんじゃないかなって思います。なるほど、はい、文武両道です。文武両道、はい、これはなぜこの抱負にしたんでしょう。毎回めっちゃ難しいこと書くよな、ね、なんか四字熟語ですよね、すごい本当にはい、さあこれはどうしてこの文武両道にしたんですか、今年の抱負を。まずは中学生になるので、そのテストとかいろいろ小学校とは違うの勉強とかがすごい増えるので、なんかどっちかが中途半端になってしまったりとかすると思うので、それをしっかりとどっちもちゃんとできるように、スケートはもう人生の中であっという間な時間で過ぎていくので、もうちょっとのことなので、精一杯頑張りたいんですけど、勉強も将来にもちゃんと役立つので、もうどっちも精一杯頑張りたいです。しっかりしてます ね。これを聞いてみゆさんどうですか。しっかりしてますね本当にすごい、なんかまずサラが中学生っていうのになんか、はい、あっという間に本当にびっくりしちゃいます。
あと4月から中学生、私もでも高校生なんですけど、なんか自分のことよりも妹が、ね、中学生っていうのに本当に驚きです、うん。